ピクテマーケットラウンジへようこそ。ピクテ投資投資顧問の萩野です。本日は弊社のシニアフェロー市川との対談です。で、市川さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構コロナの影響、はい、コロナのですね、影響がマーケットにかなり、ここ何ていうか、箱色っていうか、国ごとに影響を与え始めてきましたね。今日そうですね、5月12日1時35分日経平均 28,028.85 で579ポイント安ということで、うん、これもともと昨年の初めからですね、この新型コロナが世界的に広がっていく中で、最初はどこのマーケットもみんな、アメリカを中心にですね、大きく下がりましたけれども、ここに来てですね、やはり政策的にこの新型コロナに対してどう対応しているのかっていうところがですね、かなり各国 の、 株価のパフォーマンスに影響を与えるようになってきてるんじゃないでしょうか。そうですね。で、通貨も結構円弱いんですよね。ドルちょっとね、僕、108円から10円の動きしますけど、対ポンドとか今153円で入ってきてますし、はい、ちょっと日本がちょっと売られ気味なのかなっていうのが、やっぱこれコロナの対策の影響を受けてるんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、コロナの感染者、新たに発生しているその感染者の方の動きを見ているとですね、アメリカとかヨーロッパに関して言うと、今むしろその新たなに確認される感染者の方の数が減ってきている中で、日本は今増えていくフェーズに入っていますので、これは世界の主要国の中でもですね、今この段階で大きく増えている国っていうのは非常に少ないだと思うんですね。そういうそのずれというか、そのずれが起こっていることに対して、じゃあその日本政府がどう対応しているのか、例えばワクチンにしてもそうだと思うんですけれども、そのあたりがですね、やはりかなり世界の市場の中で目立ってしまってきているんじゃないでしょうかね。そうですね。だから要は足元、ほら2月の中旬ぐらいから、ハイテク株とか、例えば高 PR で PR が本当ないものとか、利益がないものが上がったものとか、それがかなり調整入ってて、ちょっとこう隠れてますけど、僕データでゲッターのなんだっけな、ドルベースで見ると、2月の15日以降から直近の昨日の5月の11日まで、はい、ドルベースでいくとニューヨークダウは 11%、はい、それでヨーロッパの株は 4%、 ただ日経平均は 5% マイナスなんですよ、はい、他はプラスなんですよね。で、日本株だけマイナスになってきてて、ちょっと日本大丈夫かなっていうのは、やっぱコロナ対策どうなんですかね。はい、これすごくなんていうか誤解されやすいんですけど、実は日本はですね、絶対的な感染者の数からいけば非常に少ないんですね。例えば人口100万人あたりで見ると、5月10日現在で日本の感染者数って5115人で、アメリカが 98,923 人、イギリスが 65,594 人、 G7 の中で一番少ないカナダでも 34,510 人ですから、日本のその5000人そこそこっていうのはですね、数的には非常に少ないですし、過去7日間の新たな感染者の方もですね、人口100万人あたり日本42人で、アメリカまだ117人、ドイツ170人ですから、実は日本の絶対的な感染者数っていうのはですね、決して多くはないと思うんですよ。で、これは日本だけではなくて、アジア、オーストラリアとかニュージーランドも入れたアジア太陽州全体にですね、理由はよくわかんないんですけれども、感染者数自体はヨーロッパ、アメリカと比べるとかなり少ないという状況になっていて、日本もそのグループの中に入っていると思うんですけれども、ただですね、先ほども言いましたように、日本の問題はやはりですね、この世界が数がこう減っていくタイミングで日本だけ増えているっていう問題があってですね、でそれに加えて、その背景としてよく言われているのが、やはりワクチン接種が遅れているということで、例えばですね、そのアワーワールドインデータというオックスフォード大学がやっている、データサイトがあるんですけれども、そこの集計ですとですね、その人口18歳以上の人口の中で、その少なくとも1回以上ワクチンを接種した方の比率っていうのは日本 2.8% しかないんですけれども、イギリス 52.3%、 ドイツが 32.6% ということですから、日本はですね、やはり突出してワクチンで出遅れてしまった。そのことによって、感染者が伸びていて、経済活動の遅れに対する懸念が世界の市場で広がっているっていう感じじゃないでしょうか。
そうですね、だから接種率によってかなり変わってきてますよね。だからイギリスに対する見方も接種率で結構考えれば説明できますし、はい、でも接種率もともとほらワクチンもまだファイザーしか認識化してなくてですね、はい、そうですね、でこれから今接種老人向け、まあ、高齢者向け始まりましたけど、はいはい、でも本当これ我々なんか来いつ受けられるかなと思うぐらい本当にこう行き渡るのかなっていうのもあります。そうですね、すごく不安なんですけど、ちゃんとしっかりです届けられるんですかね、あるいはステップできるのかどうか、まあ、実感はかなりかかりそうな感じにはなってきてると思うんですね。で特に日本の場合そのワクチン担当大臣ということで河野太郎内閣特命担当大臣が指名をされたわけですけれども、なりましたね、はい、ただその内閣府特命担当大臣っていうのはですね、実は権限がすごく曖昧なんですね。で、まあ、使えるですね、官僚もそれほど多いわけではないと。そうすると、やはり行政的に見れば、じゃあ、そのワクチンをその全国でこう接種していくにあたって、どこが本当の事務局になるかというと、これ、厚生労働省になるわけですけれども、厚生労働省にはですね、田村憲久さんという大臣がおられますので、そうすると、いや、一体どっちが、その、本当に権限を持っているのかっていうことを、厚生労働省の官僚も考えなければいけないわけですし、まあ、自分たちの直属の上司は田村大臣ですから、そういう中でですね、やはり、河野大臣の果たしている役割っていうのが、なかなか見えない状況になっているっていうところにもですね、行政の混乱というか、その、うまく、その、政権として整理がされていない、っていうところが現れていて、その辺もですね、やはりこのワクチン接種が遅れていることの大きな要因なんじゃないかと思いますね。うん、あとあの菅さんの前はその厚生労働省の大臣が加藤さんで、はい、それで、まあ、菅さんになられたところで、あの、まあ、田村大臣に、はい、で変わられて、でああいうのってですね、その大臣になられた後、その官僚とかを含めてその省庁の方々をある程度抑えに行くのに時間かかるものなんですか、はい、だからそうではなくもう切り替わってすぐに動き始めるものなんですかね、はい、まあ、田村大臣の場合はですね、もともと厚生労働大臣2回目になりますし、非常に厚生労働行政にはですね、自民党の国会議員の中でも精通されているということで、まあある意味では有名な方でして、国会の答弁もですね、その役人任せ官僚任せではなくてご自身で答弁書を書かれるような、まあ、それだけ大臣としてはですね、業務には通じている大臣だと思いますので、うん、その交代急に交代されたこと、まあ、政権が内閣総理大臣が変わるとともに交代されたことによっての違和感っていうのは多分大臣側にもですね、それから役所側にもあまりないんじゃないかなとは思うんですけれども、ただそこでその河野大臣との関係ですね、うん、ここのところをそのがやっぱりしっかり整理されていないんではないかなと。でましてそのワクチンを打つっていうことになると、これ重要なのはやはり自治体レベルでどういう形でそのワクチンを広げていくかっていうことなわけですけれども、その自治体できちっとワクチンが打てるようなインフラが日本にはきっとないと思うんですね。アメリカのようにソーシャルセキュリティ番号があって、その全国でそのソーシャルセキュリティナンバーによってですね、誰が何回打ったのかということをきちっと管理できるような仕組みが非常にしっかりと出来上がっているわけではありませんので、そうすると各自治体ごとに対応が分かれていて、なかなかですね、この全体を管理するっていうのは難しい、まあ、そういう面が今出てきてしまってるんじゃないでしょうか、うん、そうするとこれまずまあ何でしょう、高齢者向けには7月末まで2回接種って、はいはい、まあ、言ってますけども、はい、これ実現するかしないかっていうのは今度この10月までに今度衆院選のこう任期衆院選が近づいてるじゃないですか、はい、どこかで選挙やる、そうですね、はい、結構ここの結果次第によっては今度自民党政権のその衆院の得票数も影響出てくる可能性ありますよね。そうですね。で例えばバイデン、アメリカのジョー・バイデン大統領がですね、5月の初めに記者会見を開かれましたときに7月の4日の独立記念日までに少なくとも1回はですね、その 70% の国民に対して少なくとも1回はワクチンの接種をし、かつその人口の約半分にあたる1億6000万人が2回打ち終わる
っていう目標を出してるんですね。うん、でも日本の場合はその7月いっぱいかかって、高齢者の方、まあ、3600万人の方にですね、打ち終わるということになってるわけですけれども、ただそのためには、大体ですね、まあ、101日、まあ、これは菅首相もおっしゃってる通り、1日ここからペースをどんどん上げていって、巡航速度で100万回ぐらい1日打っていかなきゃいけないわけですけれども、例えば5月10日の段階で見ると22万4千回しか打ててないわけですから、うん、そこからこう100万に持っていくのをどうするんだろうっていうのはすごくあってですね。でそれがまあマーケットにも日本は出遅れてるんじゃないかっていう不安になって広がってますし、それから国民全体の中にもですね、なんか日本の行政システムってすごくしっかりしてると思ってたし、医療システムってすごくしっかりしてると思ってたけれども、でも例えば大阪の例なんかでもですね、その病床使用率がもう 80% を超えてしまっていて、で、病院に行けない状態の中で新型コロナで亡くなられるような方も出てきてるっていうところを見ると、なんかちょっとこれおかしいんじゃないかっていうことがですね、その政治に向けた、その、なんて言うんでしょうか、批判的な動きになってくる結果として、次の選挙に影響が出る可能性っていうのはやはり考えておかなければいけないと思いますね。そうですね。だからロンドンの人間とか、あとスイスの人間と喋ってますと、ロンドンの人間も接種受けたっても出てますよね、はい。で、スイスももうほぼ大体、我々の際50代の人間は打ち始めてますし、ちょっと全然スピードなんですかね、もう彼ら考えてるのは、じゃあコロナ後の世界をちょっと考え始めて、はい、そろそろいつオフィスに戻るんだみたいな議論が始まってるんですけど、日本全く見えてないですから、そこのギャップって海外から見るとかなり大きく広がってる印象を受けますよね、これ日本の現状。そうですね。これまでのケースで言えばですね、今アメリカ、例えばアメリカの製造業景況感指数、いわゆる ISM 指数を見てると、歴史的な高水準にあるわけじゃないですか。そういう時って大体その外国人の日本株投資がですね、日本株っていうのは世界経済に対して非常にその世界経済の循環に対して感度度が高いので、これだけそのアメリカの景気がですね、その少なくともモメンタム的には力強くなってる時っていうのは、もうとにかく日本株買いだドーンと海外から日本にお金が流れ込んでもおかしくないフェーズなんですけれども、ところがむしろ外国人投資家日本株ずっと売り越してるっていう状況になっているのはですね、やはり今回のその新型コロナでですね、特にこの菅政権に変わって以降、なかなかうまく対応できていないっていうところにですね、国民、日本国民もやはりじれてるし、投資家もですね、なんとなくこう日本を見る目がですね、冷たくなってきてるっていう感じはしますよね。そうですね。だから相関が高かったのか、ニューヨークダウが 9% 上がって、その期間中、同じ期間中で、2月15日以降、同じ繰り返しなんですけど、はい、5% 下がってるって、ちょっと考えられなかったですから、完全にちょっと日本固有の要因のところに目を向けられちゃってますですよね。そうですね。ここは非常に厳しいところで、すぐにこう、じゃあ行政システムを立て直して、この問題に対応できるかと言われると、多分そういうふうにはならないので、そこのところでやはり日本株が置き去りにされる可能性っていうのは今後も結構あるんじゃないかなと私は思ってるんですけど、萩野さん、その辺はいかがでしょうか。いや、これは政治不安定化すると、ちょっと日本に対する評価はちょっとワンランク落ちますよね。そこがどうなのか。東京都の都議選もありますですよね、確か。はい、都議選があります。はい、7月の頭に、東京都議会議員選挙がありますね。それもなんか小池さんと菅さんの対応のなんか今回の東京のデパートに対するものとかも、なんかそういうのもなんか見えたりとかして、はい、でなんかちょっとぐちゃぐちゃ感になっていたかなっていう気がすごくするんですけど。そうですね。もともと菅首相とですね、小池百合子東京都知事の関係は良くないということが言われていて、で今回も東京都に関して言えばですね、その緊急事態の延長するということになったときに、これはもう報道もされてますけれども、国側としてはですね、そのゴールデンウィーク期間中は大型小売店については、休業要請をしたと。だけれども、ゴールデンウィークが終われば、もうそこに休業要請をする意味はあまりないというつもりでいたところ、東京都は休業要請をするということになって、でそこで百貨店はですね、ただ国はそこにあんまり影響がないと言ってるしと
ということで、一部百貨店が店を開けるという動きにもなってますし、あと国立博物館とかもそうなんですよね。実はそうでしたね、はい、文部科学省なんかはですね、もう具体的なエビデンスがない中で、その休業することに意味があるのかっていうことを文部科学省が言っていて、でそこでやはり東京都の間でギャップが生じていると。でこうした、まあ、新型コロナで国が一丸とならなければいけないときにですね、やはり政府とそれから都道府県、まあ、東京都の間にギャップが生じていること自体もですね、まあ、不安感とか不信感っていうのを生みますから、その辺が、まあ、経済とかマーケットに与える影響っていうのも、まあ、なんとなくあるんじゃないかなという感じはしますけどね。うん、そうですよね。要は今回一番ちょっとこう不安になるのが、まあ今まあ、10月の自民、まあ、10月までに多分衆院選も別だと思うんですけど、はいはい、やった際にですね、負けてしまったとか、まあ、あり得るかどうか分かりませんけど、そこの政治の不安定感が出ると、こんだけ借金作ってですね、うん、政権変わったとすると、あと日銀の政策とかもありますしですね、うん、今までこう安倍政権でかなり安定化してきたところが、そこの大前提が変わるのが怖いなっていう印象を私は受けます。市川さん、どう思われます？そうですね、まあ、7年8ヶ月というですね、史上最長の政権が終わったわけですから、まあ、なかなかその後をやるっていうのはですね、これは誰がどなたがやられても難しいと思うんですよ。うん、でこれは例えば中曽根さんがの後もですね、やはりあと苦労されましたし、それから小泉さんも、まあ、5年5ヶ月の後もですね、まあ、これは安倍さんから始まって6代の内閣が大体1年ぐらいで倒れたわけで、まあ、そういう意味で長期政権の後っていうのはどなたがやっても難しいんだとは思いますけれども、ただ特にまあこの新型コロナっていう危機的な状況がある中で、やはり、まあ、政治的な不安定感、不透明感があるっていうことは、これはまあ経済の活性化に関しても、それからマーケットに関しても影響がいいとは到底思えないですよね。で、まあ今の状況でいくと、野党も非常に脆弱ですので、まあ、特に、まあ、東日本大震災の時は民主党政権で、あの時も、まあ、今以上に大きな混乱があったことを国民は見ていますから、その政権交代というところまでいくかなということについて言えば、私たちはかなり懐疑的ですけれども、うん、ただ少なくともその自民党の議席が、まあ、減ることによって政権が不安定化する可能性っていうのは十分にあり得ると思いますね。うん、これ例えば自民党のこう獲得数、何でしょう、その政権のこう議席の獲得数が、はい、まあ、例えば過半数を維持したとしても大幅に落ち込んだ場合っていうのは、その時にこう政権自身も変わる可能性っていうのはあり得るんですかね、内閣とか。これはあり得ると思いますね。それは数の減り方にもよると思うんですけれども、まあ、この流れからいけば総選挙が先にあって、その後に自民党総裁選っていう順番になると思いますので、もちろん現状自民党が現有議席に近いところが維持できれば菅政権続投ということになるんだと思うんですけれども、ただ仮に数が大きく減った場合には、やはり責任を取ってということも十分にありますし、また、まあ、もう一つの可能性としては、例えば新型コロナ、今7月末までに3600万人の高齢者の方まで打ち終わるというふうに菅首相はおっしゃってるわけですけど、これが全く軌道に乗らなかったという中で、日本のその感染状況がひどくなってくると、このままではやはり総選挙戦えないんじゃないかっていう流れが自民党の中に出てくることによって、その菅おろし的な動きというようなことがですね、起こってくる可能性も、まあ、ゼロとは言えない状況ではないでしょうかね。うん、そうですね。そうするとやっぱりここから、まあ、コロナの対策もそうですけど、それに伴ったやっぱ政局の動向っていうのも、まあ、すごく一つの重要なポイントになってくる。まあ、そうですね。で特に、まあ、外側、外国人の投資家が日本を見るときに、まあ、正常な平時の状況であれば、まあ、世界的な景気循環によって日本株を買うか売るかっていうことはかなり決まってくると思うんですけれども、こういったその大きな、まあ、ある種の危機というか、
転換点というか、そういう局面はやはり政治の重要性、政策の重要性というのはかなりあると思いますので、まあ、そこのところを見ながらですね、海外の投資家が日本株に対応してくる可能性っていうのは、これは頭の中に入れておかなければいけないと思いますね。うん、そうですよね。で、僕見てて気になるのがやっぱ為替の動きなんですよね、はい、うん、まあ、結構全面安に円は、まあ、なってて、はい、新興国の通貨に対してももう円安のトレンドに入っちゃってるんですよね、うん、まあ、そういうのを考えると、ここでもし政局がこう不安定化、まあ、不安定というよりもその今の自民党の過半数をかなりこうしっかり抱えている政権が変わるとなると、大丈夫かなっていうのをすごく印象を受けるので、まあそうなんですよね。普通例えばアメリカの場合も、あの物価上昇率が 2.6% になってますし、それにその期待インフレ率もですね、まあ、市場が織り込んでいる数字ってのはもう 2.5% ぐらいですから、まあ、実はアメリカの実金利ってすごく低いので、日本の方が実金利が高いっていうことは、本来であればそのドル安円高傾向になってもおかしくないんですけど、うん、まあ、今回に関して言うと、まあ、110円を超えたところでそれ以上のドル高にはとりあえずはあのドル高になることは止まりましたけど、まあ、だからといってこれだけ実金利で日本の方が高くなっているにもかかわらず、やはり為替が円高にならないっていうことはですね、そこは何か理由があるんでしょうね。うん、そうですよね。まあ、そうです。本来は円高のね、モメンタムがあってもおかしくない、おかしくない場面だと思いますね。はい、日本の経済も良くなってるわけですからね。まあ、そういったような中で、まあ、やっぱりじゃあコロナどうやって対応するかっていうのがここからすごく重要なってことですね。そうですね。萩野さんどう思われますか、その辺は。いや、僕全然わかんないです。全然わかんない。一番、政治的な対応ができるのかどうかなっていうところが多分すごいポイントになると思うので、うん、まあ、そこもし市川さんのオピニオンがありましたら、一気にこうゴロッと変えられることができるのか、この2、3ヶ月で。まあ、今の状況を見ている限りにおいて、日本のその政治や政策が劇的に変わるっていうことは考えにくいと思うんですね。ああ、そうですか。で、まあ、もちろんその、ワクチンの接種が一日も早く進むように、まあ、いろんな対応はしてくるとは思うんですけれども、それ以上の何かがすぐに出てくるといったようなイメージは今のところはありませんので、やはりまあ、これはもちろん短期的なことだけではなくて中長期的にもそうだと思うんですけれども、やはりここはですね、国際分散投資をしっかりしていくっていう、その日本国内だけを見ているのではなくて世界を見た上で、しっかりと、まあ、どう投資をしていくかということを考えなければいけない局面だろうなというふうには思いますね。うん、そうですね。まあ、円建ての金価格ももう今上昇トレンドっていうかですね、下降トレンド受けたんですよね。あれも通貨として考えると円安っていう動き出てますから、やっぱ国際分散投資っていうことをちょっと本当に考えて、やる面資産保全、はい、かね、円ベースのそれを考えなきゃいけないってことなんですかね。そうですね。で、今回私がすごく思ったのはですね、例えばアメリカの場合もそうですし、まあ、ヨーロッパもそうだと思うんですけど、新型コロナになって、まあ、その新型コロナ自体の状況も非常に厳しいものがやっぱりヨーロッパはもうアメリカは日本と比べ物にならないぐらい厳しい状況になって、でこうゴーッと落ち込むわけですけど、そこからの復元力ってっていうのはすごく早いし強いと思うんですね、うん、それはその起こった問題に対する対応力っていうのが、これはまあ政策的に見てもそうですし民間もそうだと思うんですけど、まあ、非常に堅固な、まあ、歴史的に積み上げられたものがあって、だから日本の場合は、まあ、落ち込み方もまあなだらかだったんですけど、そこからこうなだらかなだけにこう浮上するっていうところのモメンタムが弱くて、結果的にその良くも悪くも目立たないんですよね。そうですね。やっぱりこういうマーケットって落ち込んだけれどもそこからこう戻るモメンタムを取りに行くマーケットが続いているんじゃないかなと思いますので、まあ、そこでどうしても日本はその負けてしまいますよね。ね、まあ、そういったことを踏まえてですね、まあ、最後なんか市川さんの方から皆様にぜひなんかメッセージありましたらよろしくお願いします。まあ、昨年の9月にですね菅政権が発足をしてですね、
もともとその菅首相に対する世の中の見方っていうのは、例えば安倍晋三前首相のようにですね、こう哲学的な価値観といったようなものがあって、まあ、それをもとに日本の外交を進めていくようなですね、そういったイメージの政治家ではないと。ただし官房長官としてですね、極めてこう実務的に優れた実績を残されてきた方であるっていうところを、まあ、この新型コロナの中で評価する面っていうのはあったと思うんですけれども、ところがまあ菅政権になってみると、意外とその実務的に詰めなきゃいけないところっていうのが、まあ、言ってみればグダグダになっていて、そこでまあワクチンの接種が遅れていたりとかですね、それからまあ地域によってはですね、まあ、これはもちろんその地方行政の問題もありますけれども、その医療機関がですね、この新型コロナで非常にこう逼迫した状況になっていたりとか、まあ、そういうようなことが今見えてきてしまっている中で、やはり世界の中で見るとですね、この日本の危機に対する対応力の弱さ、弱い部分っていうのを今世界の投資家は見てしまっているところではないかなと思います。まあ、そうした中でですね、やはり私たちとしてはですね、まあ、これはもちろんこういったその弱さを強くしていくっていうことも大事なんですけれども、それは時間のかかることですので、やはりしっかりとですね、その投資という観点からいけば、国際分散投資の観点を持ってですね、世界に目を広げて、まあ、投資をしていく、それがですね、すごくまあ問われている、まあ、そういう局面になってきたのではないかというふうに考えています。うん、ありがとうございます。そうですよね、だから2ヶ月前に海外の方が日本に思ってたその印象と、この2ヶ月間でゴロッとちょっと変わっちゃったってことは、非常に重要な今日のメッセージですよね。はい、はい、まあ、それが日経平均にも現れてきていると、為替にも、ということで、はい、今日市川さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。